昭和歌謡デラックスゲスト門川博さんです。どうも出させていただきました。ありがとうございます。門川さんはね、もうどんな歌でも歌えるから。いや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 、もう陰で隠れて努力してるんですよあんまり努力っていうのは表に出しちゃいけないんですよね。そうですよね。やっぱりあの陰で野球も僕やったんですけど、陰で素振りもしてたんですよ。モハメド・アリもね、人の面のないところでね、ランニングしてたらしいんですよ。そうなの ね、あんまりこう天才だっていうんで、あんまり努力をしてる姿を見せないって。だから野球でいうと落合とかイチローなんかもそうじゃないですか。あ、見せないんですか。見せないんですよ、やっぱ。あ、そうなんですか。見せちゃうといやらしくなっちゃうんですね。王さんとかはね、めちゃくちゃ練習するんで、王さん、中島さん、若手がサボれなかったらしいんですよ、はい、だから V9 だったんですよが、あの刀であの新聞をこう、スパーと、あれもあんまり見せないのがいいんですよあれほとんどやったことないらしいです。ああの取材でそうなんですよ。なるほどね。で、門川さんというのはね、モノマネも最高でしたね。いえいえいえ、南春夫さん、うん、ありがとうございますむちゃくちゃ私は仏様でございますあの頃もだから、いやあれでしょ、あの自分のそのディナーショーやってても、おい、南春夫とか言うんでしょ。いや、もう、だから歩いてたら南春夫さんですよ。だから台本に、南春夫さんで登場とか。もう、それいいのか悪いのか。あとは美空ひばりさん。そう。ね、だから南春夫さんが最初でしたから。あの時、本当に似てましたからね。いや、だからご本人はどう言ってましたか。ある番組でやらさせていただいて、弟さんが、お嬢が喜んでた、喜んでた、本人に会ってないんですけどね、その時は。で、2回目の時に、あのこれ、やってもらったんですよ。あなた、うまいなって言っていただいたんですよ。ひばりさんの方が認めてくれて、南さんはどうでした？南さん、ダメだったんですよ。でグランドショーっていう NHK の番組で生放送なんですよ。山川静夫さんが司会してて、でキャンチカンケさんやらさせていただいたんですよ、はいはいはい、で山川さんが南さんにどうでしたかって聞いたら、はい、私はそういう風には歌いませんって言われた。あら、怖い。そうなんビビりましたよ。ビビりますね、それ。でその3年後、もうやりまくってお会いしたら、どうですかってやっぱり司会の人が、門川君は私の宣伝部長ですって言ってくれた。じゃあ喜んでくれたの。そうなんです。よかったですね。まあでも息子と仲良かったもんですから。あ、たまたま。そうか。豊和君は51年で デビューしてるんですよ、はい、歌で。そうですよ、同期が。そうですよね。そうあ、それでよかったんだ。それもね、本当に助かりましたね。ダメ、僕らはモノマネをした人がどう思ってるかってやっぱ気になりますよね。はい、やっぱそうです。僕ね、ジャイアントの馬場さんをね、21歳の時に始めたわけですよ。で、マシンが、で、普通の水平チョップっていうのをこう投げて、ちょっと面白くしようって言うんで、マシンガン水平チョップって言って、僕が勝手にこうやって、ポポポポポポポってやったんですよ。そしたら、あの倉持アナウンサーが、プロレス中継が終わった後、今日振り返るって言って、馬場さんが、放送席に来るんですよ、で試合の話した後、そういえば最近馬場さんのモノマネしてる人がいますけども、どう思いますか。不謹慎です。めちゃくちゃ怒ってんの。あ、そうなんですか。で、直接会った時に、僕はね、シパポなんて言わないんですすいませんっつって、でも、馬場さんのこのあれ僕が作っちゃったやつでごめんなさいっつって、それで馬場さんの真似って言えば、やっぱりこの親指で汗を拭きながら、そうなんですね。でも、いい気だもん。ただ、それは似てるよ。やっぱりね、若い時は自分がこう好きじゃないところを強調されるの嫌だったけど、年を取ってきたら、ありがたいって言ってくれました。あ、なるほどね。よかったですよ。なんか、嫌な人と、いい人といますよね。はい。お笑い芸人とか芸能人は喜んでくれるんですよ。はい、あの政治家とかそういう人たちがね、ちょっと間違いましたね。で、2枚目とかはちょっと嫌かもしれない。国、あの田中さんなんかどうだったんですか。田中さん、平気です。平気です。角栄さん大丈夫だったんですか。角栄さんは大丈夫でしょう。別に。どうですよね。あとね、自分のことわからないんですよ、皆さん。あれね、ラジオでね、小堺君がね、近藤正美さんの真似がそっくりだったの。
ゲストで近藤さんが来たんですよ、ね、そしたら近藤さんが小沢君、俺の真似難しいだろう、特徴ないかなって言ってたんですよ。僕それ聞いてて、え田中邦衛、田村正和、近藤正和、三代僕の真似しやすい人ですよ。分かってないんですよ、自分のこと。俺は特徴ないかな。その言い方が特徴なんですよ。自分を分かってらっしゃらない。分からないんですよね。で、大竹秀治さんは僕に会って似てるかどうかは分からない、周りは似てるって言うけど俺は分からないって言う。分かんないっつって。じゃあ自分の声なんかもよく分からない。なるほど、ね、そういうことなんですよね。する人される人さまざまですけど、儲けさせていただきました。どうもありがとうございました。片岡宏さんです。どうも。